アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、オンマのトウコです。今回、第1作目の DVD を出させていただくことになりました。と映像で撮ってもらうっていうのがあんまりなくて、慣れなくて、ちょっと表情の作り方とか、ぎこちないっていうか、不機嫌なのかなって思っちゃうようなところもあるけど、そんなことなくて、ちょっと慣れてないっていうのがありました。そのところも温かい目で見ていただければ、まあ、嬉しいなと思っています。今回の DVD の衣装がですね、ちょっと奇抜だったりして、なんか普通の水着ではなくて、ちょっと着物の羽織を着たりとか、そういう、なんだろう、ちょっと奇抜な衣装が多いなって。髪型とかもセットしてもらっていて、でそういうところも楽しんでいただけたらなと思っています。でこの衣装っていうのは、私の最近の写真集、私初めて最近写真集を出させていただいているんですけども、その写真集と一緒の衣装で、まあなんか2つとも写真集も DVD も楽しんでいただけたらなと思っていますので、ぜひお手に取ってご覧ください。今後ともまたこうやってメディアに出させていただくことがあったら、あと頑張っていこうと思っていますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。なんか1日目に初めてその DVD の撮るってなった時に、銭湯の中で水着で喋り始めるっていうところから撮ったんですけども、うまく喋れなくて、言葉が詰まったりすることが多くあったのが、ちょっと一番っていうか、ちょっと反省しているところです。あと一番好きだった衣装を見てほしいなって思っているところは、花魁みたいな感じで髪の毛もセットしてもらって、衣装も可愛い、ちょっと赤系の羽織を着て水着を着たっていうところが、私一番気に入ってるところで、そこでの動きだと、なんだろう、ちょっと本当に昔のね、人っぽく、昔の人っぽくっていうのは語彙力がないんですけど、まあ、花魁を私もちょっと意識して、ちょっとしなやかな動きを意識してみました。そこを見ていただければなと思っております。はい、撮影中一番印象に残ったことは、なんだろう、普段の撮影と違って、あ、写真の撮影と違って、動きながらそれがずっと継続的に撮られてるっていうことです。そこでなんか下から撮られるのがあんま得意じゃなくて、それでなんかどんな顔すればいいんだろうって思いながら撮っていたのが一番印象的でした。撮影中一番苦労したことは、お腹を引っ込めることです。なんかその撮影のメイクの間とかに、なんかいっぱいお菓子食べちゃって、あ、これちょっとどうすんだろうっていうレベルで、ちょっとね、なんか大変だったんですけど、ちょっとグッて力入れて頑張ってみました。最近ハマっていることは、観葉植物を育てることです。実家から最近観葉植物が送られてきて、なんか部屋に緑があるっていいなって思いながら、ちょっと育ててるんですけど、まあ、米のとぎ汁とかあげたり、そういう感じで大切に育てています。寝るときはちょっと大きめのシャツ、枯れシャツを意識した服を着て寝てるんですけど、まあちょっと虚しくなりますよね。着て、カレーシャツみたいなでっかいシャツ着て、まあ、楽な感じの格好で寝てます。理想の告白のシチュエーション、なんだろう、でもなんか理想の告白のシチュエーション、でも LINE とかじゃなくて直接なんか言われると、あ、嬉しいなって思います。なんだろう、理想の告白か、なんだろう、ちょっとなんかいつもツンツンしてる感じの人がデレッてしたりすると、こっちもキュンってしまう。私の口癖は別に方言とかじゃないんですけど、
最後の語尾になんとかなんよとかなんとかじゃんさとかちょっとよくわかんない言葉を言っちゃうことです。あとは可愛い女の子とか見るとたまらんとかちょっとおじさんみたいな口調で喋っちゃうところがあります。デートで行ってみたい場所は、でも今回の撮影の場所でもあった秘宝館とかちょっと行ってみたいなって思ってます。はい、今後挑戦してみたいお仕事は、私は映画が好きなので映画とかも好きなので、なんか もちろんグラビアをメインにこうやらせてもらいたいんですけど、ちょっとだけでもお芝居とかもやってみたいなって思ってます。私ポーズとかはちょっと自信があるわけなんですけど、腕を後ろについてなんか胸を突き出してお腹引っ込むっていうと、なんか体のラインがこういい感じに見えるかなって思って、困ったらいつもやるようにしています。今ご覧になってくれている皆様本当にありがとうございます。今回 DVD 第1作目ということで出させていただいたんですけれども、今後ともグラビアのお仕事を雑誌とか、また DVD とか頑張っていきたいなと思っています。まだまだ慣れないことがいっぱいありますが、これからもたくさんグラビアアイドルを研究して、でもグラビアアイドルが好きなグラビアアイドルとして皆さんに知っていただけたらなと思っていますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。